Trinidad and Tobago, please welcome the always dangerous Big Daddy Gary Goodrich. この人も降り立つ場所、いつも名勝負がそこにある。And his opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner from Modesto, California, known as the Silverback, introducing Carter Williams. 4月に逃した切符を取りに行くカーター・ウィリアムス。And our referee in charge of this bout is John Shorley. 4月に決勝のために決勝進出を逃しました。そうですね。その悔しさが相当あるみたいですね。カーター・ウィリアムスって久々に現れたラスベガスのスターというか、はい、アメリカの選手なんですけど、 K-1 ワールドグランプリ世界最終予選のゴング、準々決勝が始まりました。左の入ってから入っていったカーター・ウィリアムス、左のジャブ、左ノック、ゲイリー・グッドリッチの顔面をすでに捉えています。ボディグッドリッチも受けて立つ、左の膝、右ノック、グッドリッチの右ノック、右ノック、左ノック、カーター・ウィリアムスも来る、右の膝、ノリカさん、最初から大変だ。想像通りですね、本当に。やはり左の首に、右のキック捉えた、左のキック。ゲイリーはですね、去年のラスベガス、ハワイ大会でカーター・ウィリアムス KO してるんですよね。はい、2005年のハワイ大会ですね、はい、優勝を飾りました。はい、それやっぱりカーター・ウィリアムスに対してゲイリー・グッドリッチ自信持ってるんですよね。なるほど。ただカーター・ウィリアムスはそうはいかないぞって今日は。東原さん、やっぱりリベンジの気持ちというのは強いですよね。強いと思いますね、やっぱり。左ノックから右ノック、左のロー、右のロー。いやー、これ初めて来たラスベガスでこの試合が見られる、マキちゃんどうですか。はい、なんか体型がすごく似ている2人なんで、攻め合っているのを見るとすごい楽しいと思って。パンチありそうでしょ。右ありましたよ、左ノック、カーターのパンチありましたね。グッドリッチのパンチが顔面を捉えればカーターも返していく。カーター・ウィリアムス、左ノックから右のフックも返していく。ボディ体型が似てるって言うんですけども、はい、カーターがそれだけ大きくなったんですよね。そうですね、カーターはあの100キロなかった体重を、昔はね、そのゲイリーと互角の体はしてなかったんですけど、今も全く見劣りしないですよね。今日の体重が 118.5 キロ、ゲイリー・グッドリッチの109キロを上回っています。カーター・ウィリアムス、左のジャブ2発、ゲイリー・グッドリッチ、第1ラウンドあっという間に残り30秒、右のフック、これは空を切る、はい、どうぞ。ちょっと状況の悪いゲイリーなんですけども、はい、セコンドからローキックを打っていけという指示が出てるんですが、ね、ほとんど耳に入ってないですね。谷川さん、やっぱりパンチにこだわりすぎている、そうですね、そうセコンド陣は見ているようですね。まあ、本当に打ち合いに行ってやろうって感じですよね。真っ向勝負、3分間、あっという間の戦いです。右のストレート、右のアッパー。カウンターをうまくカーターが打ってますね。最後はカーター・ウィリアムス、一発決めたところで第1ラウンドの3分間が終了しています。素晴らしい打ち合いの3分間でした。準々決勝、カーター・ウィリアムス対ゲイリー・グッドリッチの第2ラウンドが始まっています。向こう側、赤いグローブ、黒いパンツがゲイリー・グッドリッチ、失礼、カーター・ウィリアムス、手前青いパンツ、そして青いグローブがゲイリー・グッドリッチです。最後のボディ、カーター、強烈ですね。2003年に初めて日本でのグランプリ開幕戦に出場した時にはカーター・ウィリアムスはあの周りが全部スーパーマンに見えたというふうに話していました。若さゆえのミスもありました。それを一つ一つクリアして、今年いよいよグランプリ本戦での勝ち上がりを目指します。膝から右のストレート、カーター・ウィリアムス、その初めての開幕戦で、あの連戦法を、ね、追い込んだ場面も見られましたからね。東原さん、はい、あの取材をしててもちょっと受け答えが変わってきましたよね。カーター選手ですよね、やっぱり最初は、ね、勢いがあったと思いますけれども、K-1出て現実を知って、いろいろ成長したんでしょうね。大人になっただろう、そんな風にも言っていました、カーター・ウィリアムス、左ノック引っ掛けるような形です。カーター・ウィリアムス、膝、左の膝、右の膝、思わずノリカさん、声が出たのはノリカさんですね。そうですね、今狙ってましたよね。狙ってましたね。左右の服、ゲイリー・グッドリッチ、ゲイリーが頭をくっつけて、近づいてくるんで狙ってましたよね。お互いね、ダウンですね、ダウンはダウンですね、パンチありましたね。またゲイリーが大逆転ですね。試合が終わってしまう。これがゲイリーの底力ですね。カウンタ
瞬も上手かったですね。ゲイリー・グッドリッチ今水面下のコア、右のフック、ボディー、ハーターのボディー、もう一度ボディーだ、ーボディー、いいですね、鈍い音が響き渡っています、いいですね、バスルラスはベラージオ、左のジャブ、ハーター、ハーターのロー、いいですよ、しかしゲイリーも一発がある、あー、ハーター、ウィリアムスの右のアッパーです、長澤さん、カーターサイドは倒せるから前に出ろ、はい、お前のゲームだ、こんな風に言ってます、ゴーサインがすでに出ている、ハーター、ウィリアムス、ゲイリー・グッドリッチは、一発を狙っているか、ボディとローキックからですね、こういきなり顔面に来て今のコンビネーションですね、そうですね、下にあの意識を集中していていきなり顔面に来ましたね、アッパーに倒すのはやっぱアッパー狙ってるんじゃないですか、なるほど、ですから今最後のフックローキック、ゲイリー・グッドリッチの集中をずっと下に落としていこうというところ、左のアッパー、右のボディ、右の膝、グッドリッチがしかしじっと相手を見据えて前に出る、左のフック、この人は7月30日に札幌で戦ったばかりです、ピーターワーツの激戦をかいくぐった、予告の試合しましたからね、その後このベガスに急遽参戦を決めました、左のジャマから右のアッパー、左のック、これ練習してきたんですね、あーローが効いた、ローが効いた、ローも効いてますよ、ローが効く、ハーターのローアッパーから右、ゲイリー・グッドリッチも返していく、あー帰りましたよ、ゲイリー・グッドリッチも逆転がある、逆転がある、あ、カーターも効きましたね、今そうですよね、思わずクリンチで逃れました、打たれ強くないですからね、カーターウィリアムスは、特にテンプル狙われると一発で倒れるところがあるんで、カーターの弱点でもあります、はい、このままノックアウト決着か、それとも判定に持ち越されるのか、お互いに第2ラウンドダウンがある、右のストレート、左のロー、内股へのローです、カーターウィリアムス、テクニックもいろんなものを繰り出してきます、グッドリッチは本当根性ありますね、やられてもやられても眉毛出てきますから、闘志あふれるファイトスタイル、ゲイリー・グッドリッチ、ボディ、左のフック、ゲイリー、カーターのボディにも前に出るアッパーだ、カーター・ウィリアムスのアッパー、残り10秒を切りました、最後の攻防、あーローガードだ、ローガードだ、ローガードだ、すごい、最後まで打ち合いました両者、胸を合わせた、この対戦に観客は総立ちで拍手を送ります、これトーナメントですよね大丈夫ですかね、
このアッパークラッチ立ってますからね。のりかさん、はい、これだけ打ち合うと次もちょっと心配ですよね。いやでも本当この2人はそういうこと考えてないんでしょうね、とにかく今目の前の相手を倒すというか、ベイリー選手も本当立派なもんですね。西山真紀さん、はい、この今を生きる男たちどうですか。いや本当にかっこいい試合でしたね。なんかどっちの選手も攻め、もうなんて言葉にあまりうまくできないんですけど、本当に興奮しました。もうなんかどっちも勝たせたい。そうですね、かっこいいと思った。いや両者の攻防です。足を止めて打ち合いました。このアッパーやばいですよね。完全にゲイリー・グッドリッジの頭が飛びそうになりました。よく立ってられたなという。どちらの手が上がるのか。Continuing in the fields, K1 to the semifinals.The Silverback, Carter. Carter Williams. American Hurricane, 26 歳. Carter 強くなってますよ。強さを増した26歳 American Hurricane, Carter Williams がゲイリー・グッドリッチの剛力を下しました。Everything's upstairs. Andrew, make sure you're okay. Pardon? Yes. No, I mean, I'm going with you. Get all those people. Okay. Enjoy the fights. Okay.